クラがようやく整っていくっていうのがこれからの Web3 だと思っています。 Web3 の一つのスイートスポットって日本から世界に何かをこう打ち出すみたいなところにすごく向いてるなと思います。フジテレビ清水俊弘のハッシュタグ仕事好きリーダーたちの思考法。今回の仕事好きはフジテレビ球体展望室八多摩で開催したものすごいベンチャー展の注目セッション第2弾。テーマは企業はどのように Web3 に参入すればよいかです。仕事好きマイスターの川上淳二さん、鈴木孝之さんに加え、クリプトと既存の産業をつなぐ Web3 サービスを展開する原沢陽水さんも参加。ラグジュアリーブランドの Web3 活用など海外の事例もたっぷり教えてもらいました。早速なんですけどね、まず、一番左空席になっているのが分かるかと思うんですけど、もう一人ジャパンコンテンツブロックチェーンイニシアティブのですね、代表理事の伊藤さんが来る予定だったんですが、今 NFT のニューヨークのイベントに行かなきゃならなくて行っていたんですけど、昨日帰ってくる予定だったんですが、飛行機のニューヨークがすごい悪天候でですね、戻ってくることができずということで、急遽申し訳ないという連絡をいただいたので、今日は3人でお届けできればなというふうに思います。じゃあ早速ですね、セッションに入りたいなと思うんですけれども、改めまして、モデレーターを務めさせていただきます川上と申します。よろしくお願いします。じゃあここからですね、パネリストのご紹介をしたいと思います。じゃあ原沢さん、よろしくお願いします。フォトバンドル株式会社代表取締役の原沢と申します。前職が JPYC 株式会社というステーブルコインを発行する会社におりまして、2年前にモノバンドル株式会社を設立しました。で現在は NFT ですとか、あとは行動探査の事業、それから Web3 特化の M&A のプラットフォームの事業を運営してまして、で私たちは基本的に、早くて、すごく急成長するクリプトのエコシステムと、あとは既存のもうほとんどの方が生活をされている既存の産業のエコシステムをつなぐハブのような役割を基本的な付加価値として、さまざまな事業を提供させていただいております。よろしくお願いいたします。メタ東京の代表取締役 CEO をやっている鈴木孝之と申します。もともとレコード会社でデジタルビジネスのヘッドをやっていてですね、独立したのが7年前なんですけれども、いわゆるなんかパラレルとかスラッシュキャリア的なことで、メタ東京以外にもバレードールっていう会社をやってたり、あとはそのスラッシュの中にですね、音楽著作権管理団体のジャスラックの理事というのもやっていまして、そういったところをやりながら今メタ東京というのをやっていますと。でメタ東京とは何ぞやってところなんですけども、日本文化とメタバースと Web3 を掛け合わせて、グローバルの Web3 メタバースプラットフォームの中に、グローバル文化都市を作ろうというようなプロジェクトになります。じゃあ早速ですね、この Web3 の今みたいなところからちょっといきたいんですけど、鈴木さんどうかな。Web3 っていうとやっぱりその NFT、特に NFT アート、そういったところが割とフューチャーされがちというか、非常にそこでも面白いものが始まったのが2021年で、そういったところの中で、じゃあ Web3 ちょっと今もう落ち着いてみようねっていう話がよくあるんですけれども、一方で企業としての活用が、逆にどんどん進んでるように思います。例えば、ニュースでも流れてるんで皆さんもご存知かもしれませんけど、スターバックスがその、ポリゴンというブロックチェーンを使って、特にアメリカ市場での会員組織をリニューアルしていたりとか、パリブロックチェーンウィークというのが3月の、下旬にあったんですけれども、私それに参加してきまして、そこでやっぱり多くの、例えばラグジュアリー系の企業ですね、例えば LVMH、ルイ・ヴィトン・モエ・ヘネシー、ルイ・ヴィトンとかの親会社ですけれども、そういったメディアコングロマリットの、チーフ、インフォメーションオフィサー、CIO が登壇してて、で彼らから話したのが、やっぱりその Web3 の価値とラグジュアリーがめちゃめちゃ相性がいいと言ってて、で今LVMH でいろんなブランド買収してて、その傘下にもティファニーとかもあるぐらいなんですけれども、そういったところが Web3 こうやって活用するとか、そこまではいかなくても、いろんな話もそこでバリブロックチェーンで聞くと、やっぱり一つこれがすごく明確にあるのが、 Web3 の価値とそれぞれの企業のこう打ち出したいビジョンだったり価値ががっつり合ってるというか、こういったところがうちとしては魅力を感じてて、ここをどんどん活かしたいっていうのが、どの人からもすごいクリアに、それこそでは3つ言いますみたいな感じで、これとこれとこれみたいなのを出てきてるのがすごく印象的で、なのでこれって当然日本企業にも当てはまるところだと思うので、なんかそういったところが見えてくると、なんか Web3 の活用がどんどん進むんじゃないかなと思いましたね。なるほどね。なるほど。原沢さんのどうですか。今を語る上で多少マクロのところから話をした方がいいかなと思ってまして、大きくこの Web3 全体の流れを変えた最近の大きな事件っていうところで言うと、11月12月にあった FTX という世界で2位3位の取引所が破綻したというところで、 Web3 の大きな資金源というのが、VC からの出資であったりとか、そういったところが多かったんですが、そこの破綻によって大きく相場が下落して、結論として全体を見ると冷え込んでいるというのが現状ですね。これは
ヨーロッパ、欧米、まあ、アメリカ含めアメリカ、ヨーロッパの市況は、まあ、そのような形です。一方で日本の特にエンタープライズに関してはちょうどそのビットコインが去年一番上がっていた時期は実証実験をやっていたところが、じゃあその実証実験を済ませて、じゃあこれからしっかりともう予算を準備して、これから2年、3年、4年、5年かけて、やっていくぞというような意思をもう担当者レベルの、まあ、意識から予算も含めて、準備を実際にしているなというところで、皆さん のイメージの中では日本は Web3 というか、まあ、ブロックチェーン、クリプト遅れているというイメージがあって、まあ、それ自体は全然間違いではないんですが、世界の方が5歩進んでいたところが3歩下がって、で日本が今お金を準備していて、これからどの方向性に向かってそのリソースを使っていくのかっていうのを、まあ、これは世界中の、まあ、VC 含めプレイヤーが日本のエンタープライズがどこに足を進めていくのかっていうところはかなり注目されているような現状になっています。まあ、今分かりやすく日本と世界というような対比で話をしたんですが、まあ、かなり日本のプレイヤーからすると今なんかちょうどいいというか、マーケットは全体的にマイナスになっているけれども、逆に日本のプレイヤーはこれからどうやるんだというのを世界から注目されているというような状況っていうのが現状ですね。ファーストさんのところはね、いろんな、まあ、コンサルティングみたいな人もいろんな企業でやってると思うので、はい、今どんな業界とか産業、はい、どんな領域みたいなところからこう引き合いとかって増えてきたりしてるっていう、なんか実感ありますか？半年ぐらい前までは、いわゆるゲーム会社ですとか、うん、まあ、IT 系、まあ、IT といってもインターネットを活用したプレイヤーってたくさんいると思うんですけど、うん、そういったプレイヤーからの、まあ、新規事業で、Web3 やるにはどうすればいいか、うん、NFT を絡めて何かやるにはどうすればいいかというところで、まあ、もちろん私たちもその事業性であったり収益性含めて、コンサルティングをしたり一緒に事業を作ったりしていたんですが、現在はよりもっと広くなってきまして、繊維、うん、業界であったりとか、渋いですか、割とその渋い業界の方々が新規領域の開拓としてこういった Web3 関連の技術を使って何か既存事業のアセットにレバレッジをかけれないかとか、新しいそのチャンスを見出せないかといったような声を聞いていただくことが増えてきてますね。今ね、いろんな企業とか産業とか業界みたいなところが Web3 に取り組みが徐々に進んできているよってお話両方から出たと思うんですけれども、具体的な取り組み事例をちょっとお話し聞こうかなというふうに思うんですけど、じゃあまず原沢さんの方からいきましょうか。まずですね、これは去年に取り組みとして一緒に仕事させていただいたものなんですが、東京証券取引所さんのグループ会社ですねの JPX 総研というところが、これは投資家向けの API サービスのアクセス権を NFT で発行するというものを技術提供として私たちがサポートさせていただきました。これによって個人投資家が JPX 総研 のサービスを使う際にアクセス権として使えるようになるっていったような事例になります。で、何よりこれをやったことによってサービスとしてというよりかは企業の中に知見が貯まるので、そこで作ったスマートコントラクトであったりとか、その技術的なリソースを元に次のことを考えられたり、その後にどうするかっていうところの意思決定ができるので、そういったところがいいですねというふうに言われました。で、あとはこれは取引というよりかは協業の事例になるんですが、SB ペイメントサービス株式会社さんと国際ペイメントという、NFT に関連したその決済のサービスを共同で提供しています。で、これ私たちもよく壁に当たるんですが、 NFT というと、デジタルコンテンツであるのでなかなか決済が使えないと、例えば特定 その決済業者を使うといきなりそのアカウントが凍結されてもう一生使えませんみたいなことが平気であるんですけれども、そういったところを SB ペイメントサービスさんがきちんとその支援を貯めていって NFT プロジェクトをやるあらゆる事業者に対して、クレジットカード決済という手段を与えたいというところを、そういったところで私たちと、認識が合致しまして、この国際ペイメントという取り組みでいろんな会社さんが NFT の販売においてクレジットカード決済を導入できる
というような取り組みを一緒に提供させていただいております。メタ東京もですね、いろんな企業だったりとか、まあ、自治体との交流実績がちょっとずつ増えてきているところなんですけれども、まずベースとしてあるのが、まあ、その先ほどグローバル Web3 メタバースを話しました。でその中で、まあ、これは企業との取り組みではないんですけれども、昨年の11月にこのディセントラランドが主催でメタバースミュージックフェスティバルっていうのがありました。まあ、メタバースの中で動画を流したりアバターがライドをするような催し物だったんですけども、例えばヘッドライナーとしてはビヨークだったりとかオジオズボーンみたいな、そういったアーティストが出てたんですけれども、そこにですね、メタ東京として、僕らの特設ステージを作って、でそこにキャリーパンピャメだったりとか、あとは最近ちょっと人気出てフルーツチッパーみたいな、まあ、そういったアーティストの、まあ、ライブ動画だったり、ミュージックビデオを流しました。で4日間やって、延べ2万人来てくれました。2万人はそんなに大きな数字じゃないですけれども、どこの国から来たかっていうのを出すと、101カ国から来たんですね。すごいですね。で、それの上位20カ国だけでもこうやってグラフ化すると、まあ、アメリカが一番多くて、まあ、次日本なんですけれども、スペイン、ドイツ、カナダ、ブラジル、UK、アルゼンチン、ロシア、オランダみたいな形で、やっぱり非常にこうバラエティあふれる国が並んでいると、ここすごい可能性あるよねみたいな話をまずベースにしています。それをまたこう今度イベント上でも表すように、昨年の3月とあとちょうど先月にもやったんですけども、メタバースファッションウィークっていうのがありました。まあ、そこにまあメタ東京も日本から唯一企業として参画してますが、例えば昨年などドルチェ&ガッバーナだったりエトロとかドミキルフィガー、今年の先月のところだとアディダスとかコーチみたいな、まあ、本当に皆さんもよく知ってたり買ってたりするようなブランドもこのメタバースファッションウィークに参画してるっていうところがあって、でこういったところにやっぱり日本のプレゼンスとしてメタ東京も出していきたいなというようなところをまずやっています。一番最近ですね、ハースト婦人画報社、まあ、日本の中で L とかバラサンカンとか、まあ、婦人画報を出している雑誌社さんとの競争という形でパートナーシップを結びさせていただきました。でこれハーストタワーってニューヨークにあるハーストのビルがあるんですけど、それをちょっとメタバース版にちょっと再構築をしまして、でここでですね、各雑誌のショーケースをするというようなところをやりました。でこれあくまでも、このファースト婦人画報社のメタ統計でこういうことできますっていうプレゼンテーションで、これから業者でいろんなファッションブランドだったりブランド企業さんとこういうメタバースの取り組みやりませんかっていうようなことをこれからやっていくというような、割となんですかね、こうウェブ2以前のウェブ0、まあ、トラディショナルな物理の企業ともパートナーシップを結びながらこういうグローバルに発信するところから今やっていくところですね。じゃあもう最後になっちゃうんですけどね、テーマ3ですね、今いろんなね、取り組み事例、具体的な話も出たと思うんですけど、もういろんな産業とか企業からのお問い合わせ引き合いみたいなのも実際に起こってきてるんですけれども、まあ、そんな中ですね、今後、まあ、企業やブランドが Web3 と今後どう向き合っていけばいいのかみたいなところを、まあ、あんまり長いスパンでね話をするとちょっとなかなか見えにくい話になると思うので、まずはちょっと近距離な距離感の、まあ、2023今年からこの 2,3 年にかけてのこれからの Web3、またそれにどう企業が向き合っていけばいいんだろうねみたいなところをちょっとお二人がどう考えているか、どう捉えているかをちょっとお聞きしたいなというふうに思うんですけど、じゃあ鈴木さんからいきましょうか。メタ東京として考えているのは、 Web3 の一つのスイートスポットって日本から世界に何かマーケティングをするとか、日本から世界に何かをこう打ち出すみたいなところにすごく向いてるなと思います。だからやっぱり NFT だったりとかの、まあ、ブロックチェーンっていうのが国境を越える存在であって、でそこにアートも流せるし音楽も流せるし、あとはまあトークンという形で価値も流せるというところがあるので、何か例えばこれから海外で何かを体験したものに対してトークンを上げたりとか、まあ、NFT を上げることで、まあ、その人がいちいち会員サイトに登録しなくてもその人たちを補足できるわけですよね。なんかそうした人たちに継続的にコミュニケーションを行うとか、そういうことがこれからこう出てくるとすごく日本企業にはいいんじゃないかなというふうな思うところがあります。でもう一つはやっぱりそのなんか Web3 の広がりとして、やっぱり海外の企業も使ってるし、日本も政府がやっていて、まあ、特にエンタメとかゲームとかアニメっていうのはこれからやっぱ世界に打ち出すべきだって言ってる中で、まさにそういったところと、まあ、Web3 の相性っていうのはいいのかなっていうところがあるのと、みんなやっぱ Z 世代とかアルファ世代、こういった新しい層に自分のブランドをアピールしたいとか、いやこれでトライアル的にマーケティングをしてみてどういう反応が返ってくるのかっていうことをやってるんですよね。なんかそうしたなんかこう実験的なものも含めてグローバルに、まあ、例えばグローバルのなんかキャンペーンをリアルでやろうとするとめちゃめちゃ金かかるし、それもかかると思うんですけども、それがなんかまあメタバースだったり NFT ということを通じてやれるっていうのは非常に効率が逆にいいんじゃないかなっていうふうに思ってるので、なんかすごく Web3 という流れに関しては楽観的に見てますね。これからの Web3 っていうと Web3 もう終わったよねっていうような印象を持っている方もすごくいると思うんですけど、そうではなくて、むしろ実験フェーズがようやく終わって、今これから本格的にやっていきますと。逆に言うと、でもまだプロダクトとしては表に出ていないので、いろんな話は聞くんですけど、これからインフラがようやく整っている。
っていうのがこれからの Web3 だと思っています。でそれがまさに 2,3 年でできていくと思っていまして、これから 2,3 年できちんと準備をできたところが、まあ、その後今後その Web3 とかっていうのは単なるそのトークンとかだけではなくて、もちろんその周辺のあらゆる産業と密接につながり合っていくと思うので、そこから先のビジネス上の機会っていうものを取りに行けると思っているので、なので、これから2年間がむしろちゃんとその仕込めるかどうかっていうところが重要になってくるのかなと思っています。なるほど。今回の学び、ラグジュアリーブランドの Web3 展開は価値提供と企業ビジョンが合致している傾向、日本企業にも当てはまる部分が必ずあるはず。 Web3 は個々進んでいた海外勢が3歩下がった状態、日本が世界に先んじるチャンス、古典的な産業ほど既存事業を生かした Web3 活用に勝機あり。Web3 の技術は企業がどう取り入れればよいのか、まだ正解がないですね。難しく考えず、まずはたくさんの事例に触れた方が良さそうです。じゃあ、鈴木さんね、原さんね、今日はありがとうございました。ありがとうございました。